田村智子さん。日本共産党の田村智子です。コロナ禍で外国人労働者や技能実習生が帰国できないまま行方不明や不法滞在となってしまうという問題が起きています。これは日本の受け入れ機関が法令にのっとった責任を果たしていないことが大きな要因だと考えます。資料の2ページ目、3月5日の東京新聞です。外国人家事支援人材を受け入れる特定機関である日医学館がフィリピンの女性を大量に雇い止めしたと報じています。家事支援への外国人の受け入れは2015年の国家戦略特区法改正によって行われています。私はこの法改正に質問を立った責任があります。採決を行った本委員会にも立法府としての責任があると考え、以下質問いたします。家事支援人材の受け入れ実績は約1000人、日医学館はその6割から7割を占める最大手であって、介護施設や医療機関への人材派遣、家事支援でも国内で有名な事業者です。報道では2018年2月から特区の特定機関として事業を開始し、20年3月末時点でフィリピンから695人の女性を受け入れた。今年3月末に契約更新対象は489人いたが206人が退職。その中には相当数の非自発的失業、つまりは雇い止めがあり、日本に残った108人のうち48人が所在が不明となっているというんですね。まず内閣府に確認いたします。非自発的失業があった、行方不明者がいる、これらの報道内容は事実ですか？内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤智也君。お答えいたします。ご指摘のありました家事支援外国人受け入れ事業でございますけれども、この事業におきましては国家戦略特区の特区の区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置されておりまして、外国人材を受け入れております各特定機関の退職者の情報につきましては、これら各区域の第三者協議会に報告をされております。で、日医学館からその第三者管理協議会への報告によりまして、同社の退職者のうち、さまざまな事情によって帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いるということは承知をしておるところでございます。で、こうした方々に対してはその第三者管理協議会といたしまして、元雇用主である日医学館に対してお一人お一人の状況を把握をした上で、ご本人の状況や意向を踏まえて他の受け入れ事業者への斡旋や帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところでございます。引き続き実態をしっかり把握した上で関係省庁と連携を図りながら本事業の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。田村智子さん。3月末に退職をした206人のうち相当数が非自発的失業だと思われるんですね。都道府県労働局も今の第三者管理協議会の構成員です。これどのような対応をしておられるんでしょうか？当事者に対する相談の専門窓口を設けるなどしていますか？厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君。事実関係につきましては、先ほど内閣府からですね、お答えさせていただいた通りでございまして、日医学館、株式会社日医学館から第三者管理協議会が報告を受け、指導するなど対応しているところでございますけれども、厚生労働省といたしましても、労働者保護の観点からですね、引き続きですね、第三者管理協議会と必要な協力を行って対応しているところでございます。で、都道府県労働局に関してもですね、先ほど、窓口の問題につきましてもですね、第三者管理協議会、ベースでのですね、行っているなどですね、あとそれに比べ、それに加えましてですね、労働関係法令上の問題等がもしありましたら場合にはですね、都道府県労働局においてもですね、指導等を行うということでございます。
田村智子さん。今ね、繰り返されている第三者管理協議会ってのは、何かそういう会議体みたいなものが置かれてるわけじゃないんですよね。特区の自治体と内閣府と都道府県労働局と入管庁とそして経産省、ここはそれぞれに対応しますよっていう、それだけなんですよね。でとてもね、丁寧な対応しているとは考えられないんです。年末年始に都立大久保公園で労働者弁護団や市民団体などが行った相談会、これコロナ禍の下での相談会、ここにですね、雇い止めにあった当事者が訪れているんですよ。昨年11月、日本語の試験で合格ラインに達していないとの理由で雇い止めとなり、寄宿舎であるシェアハウスからも退去させられた。ハローワーク4カ所を回っても丁寧な支援もなく、カプセルホテルなどを転々とし、所持金1000円ほどになって困り果てて相談会にたどり着いたということなんです。で、彼女はハウスキーパーの国家資格を取るため母国で訓練重ねて日本にやってきたと。息子の学費や母親を支えるためにも帰るわけにはいかないと。就労ビザの切り替えはやりました。で、友人の勧めで福島県いわき市まで仕事を探しにも行きました。ところが特区内限定の就労ビザであるということがいわき市まで行って分かったんですよ。でしかも特区では週40時間就労が認められていたのに週28時間に限定されていて、これでは生活できないと。これが相談会での相談の内容だったわけですよね。入管庁も第三者管理協議会の構成員です。機械的に就労ビザを切り替えただけで在留継続のための支援は実態として怠っていないんじゃないんでしょうか。法務省出入国在留管理庁出入国管理支援部長、君塚博史君。コロナ禍におきます在留管理、在留資格上の特例措置についてご説明を申し上げます。まず一般的運用についてでございます。雇用先の倒産等により解雇または雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を変更いたしまして引き続き求職活動のための在留を認めると、こういう運用をしているところでございます。一方、出入国在留管理庁といたしましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態の対応といたしまして、解雇や雇い止めにより、就労の継続が困難となったと外国人などに対しましては、在留資格上の特例措置といたしまして、一定の要件のもと、特定産業分野での最大1年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。この特例措置につきましては、ご質問あった日医学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材も要件を満たせば対象となり、本邦での就労の継続が可能となるものでございます。いずれにいたしましても、出入国在留管理庁といたしましては、今後とも日医学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材を含めた在留外国人の個々の事情に配慮しつつ、在留資格の付与につきまして適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。田村智子さん。不法滞在にならないだけの 手当てをしたっていうだけの対応になってるんですよね。支援に全然結びついていないんですよ。で、実はさらなる雇い止めも危惧されるんです。資料の3枚目、3月23日の東京新聞です。2月16日、日医学館の日本人従業員が2人1組でフィリピン女性が住むシェアハウス約20カ所を抜き打ちで訪問。不在の人の持ち物も含めてベッドや引き出しの中を調べたり、部屋干ししている下着の写真も含め室内の写真を撮るなどして、勤務の態度や服装、在宅勤務の態度や服装、整理整頓の様子などをチェックしたというんですね。で、訴えられている方は携帯電話もチェックされたと。で、その後何人かが雇い止めになった、一人暮らしの理由を作ろうとしているようにしか見えないというふうに訴えておられます。労働基準法第94条1項、使用者は事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないと定めています。報道された内容は私生活の平穏を侵す重大な人権侵害行為であり、許されないセクハラ、パワハラ行為だと思います。男女雇用機会均等法、労働安全衛生法など、労働関係法令の違反行為ではありませんか。志村審議官。
まあ、議員ご指摘になった、事実関係についてはお答えすることはできませんけど、一般論といたしましてはですね、労働基準関係法令の違反が認められた場合、労働基準監督署においてその是正を指導するしているところでございます。なお、基準法94条は寄宿舎の話ございました。で、労働者の住居が労働基準法に定める事業の付属寄宿舎に該当するか否かは、共同生活の実態を備えているか、宿泊している労働者について労務管理上共同生活が要請されているかなどにより個別に判断されるものでございます。また同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシャルハラスメントにつきましては、男女雇用、機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また職場におけるパワーハラスメントに、つきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を、設けているところでございます。今後ともセクハラ、パワハラの防止に向けて、法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。田村智子さん。報道の内容が法令に違反してないなんてことありえないですよね。こんなこと許されないですよ。で、今日の東京新聞を見てみますと、家事支援事業の黒字化のためにスタッフ評価制度により契約不更新雇い止めの実施という、そういう内部文書を日医学館が作成していたというふうに報じられています。坂本大臣にお聞きしたいんですね。国家戦略特区外国人家事支援人材受け入れにおける特定機関に関する指針、これ法律に基づく指針です。ここでは非自発的失業をさせてはならない、仕事を確保すること、これが何よりも特定機関に義務付けられていて、やむを得ない事情で退職をする場合であっても他の特定機関で働けるようにする支援を、ね、行うことなどがこれ特定機関に求められているというふうに理解します。日医学館は重大な違反行為を何度も重ねている、こういうふうに判断されますが、いかがですか。坂本国務大臣。日医学館が家事支援外国人材の社員寮に抜き打ち調査を行ったという報道があったということは承知をしております。事実関係につきましては適切に確認する必要がありますが、仮に従業員の了解なく無断で社員寮に立ち入ったのであれば、これは問題であります。了解があったとしてもプライバシーは保護されるべきであると考えております。日医学館の家事支援外国人受け入れ事業につきましては、これまでも継続的に事業実態などの把握に努めるとともに、同社に対しまして退職した外国人材に対する他の受け入れ事業者への斡旋や帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行ってきたところです。さらに今般の一連の報道も踏まえまして、先般3月の30日でございますけれども、改めて事業が行われている各区域の第三者管理協議会から日医学館に対しまして、従業員の退職や社員寮の抜き打ち調査の事実関係について報告を行うよう求めたところでありまして、期限が確か今日7月6日でございます。今後この日医学館からの報告を踏まえまして、必要に応じてさらなる対応を検討してまいりたいと思っております。田村智子さん。はい、ぜひね、この特定機関に対して厳しい指導、私は取り消しも含めて行うべきだと思いますが、同時にですね、帰国していない女性たちが大勢いらっしゃるわけですよ。で、この方たちをね、不法滞在にしてはならないと思うんです。個別具体的全員に丁寧に対応すべきです。それができないのなら、何のために4省庁と自治体が第三者管理協議会、これ作っているのか問われることになります。一人も不法滞在にしない、国家戦略特区で受け入れを進めた政府の最低限の責任を果たすと、このことも大臣にお約束いただきたいと思います。いかがですか。坂本国務大臣。今後しっかり検討してまいりたいと思っています。田村智子さん。同時にですね、このような雇い止めが起きたのがなぜなのかということも質問したいんです。内閣府に確認いたしますが、日医学館に対して受け入れた外国人の稼働率が低いことを問題にして、
稼働率の改善計画というのを出させてきたのではないですか。佐藤新官。お答え申し上げます。日学館を含みまして、この家事支援外国人受け入れ事業を行っております特定機関に対しましては、法令に基づきます指針によりまして、外国人材の新規雇用状況などの報告を求めておりますほか、監査などを行って、継続的に事業実態等について把握をしているところでございます。こうした実態把握の結果といたしまして、日医学館における外国人材の稼働状況が低く、長期間にわたり家事支援活動に従事できていない外国人材も相当数存在するにもかかわらず、今後も多数の外国人材の受け入れを予定していることなどが確認をされたところでございます。このため、令和2年の1月に東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、それぞれの第三者管理協議会から同社に対して今後の顧客獲得見通しや受け入れた外国人材の稼働状況改善のための具体策などを明記した改善計画書の提出を求めたところでございます。で、これに対しましては同社から新規の外国人材の受け入れの取りやめの方針、そして受け入れた外国人材の稼働率改善のための顧客獲得に向けた具体的な方策などを盛り込んだ改善計画書が提出をされたところでございます。で、これを受けまして第三者管理協議会としてその進捗状況等を継続的に把握してきたところでございます。田村智子さん。となるとね、今年3月の大量雇い止め、非自発的失業が発生すること、これね、あらかじめ内閣府も第三者管理協議会もこれ掴んでいたんじゃないかってことなんですよ。で、問題はね、この稼働状況の改善、これが日医学館の問題だけではなくて、国家戦略特区にとっての重大事態だったということなんですね。昨年10月5日の国家戦略特区ワーキンググループ議事要旨、内閣府の説明を抜粋いたします。人材を受け入れるスピードが早すぎた事業者がいた。1月のワーキンググループでも議論させていただきました。ご意見を踏まえまして、令和2年3月に事業に関する指針を変更し、新たな雇用の条件として事業者に4割以上の人材稼働率を求める規定を追加したところでございますと、内閣はこういう報告してるんですよ。需要をつかめないまま次々とフィリピンから家事支援人材を受け入れていた日医学館は以前から問題視をされていた。そして4割以上という稼働率を指針に盛り込むことにもなった。稼働率改善のために計画も提出させていた。これね、なぜ稼働率を上げること必要だったか。このワーキンググループではね、外国人家事支援受け入れ事業の全国展開が議題なんですよ。厚生労働省や法務省からは稼働率の低さが気になる、適切な労務管理がなされているのかなど懸念が強く示された。それでも全国展開ありきのワーキンググループ、そして内閣府が論を展開する。そうすると厚労省はデータを示してほしいと繰り返している。目に見える稼働率改善が日医学館にも求められた。一番手っ取り早かったのが雇い止めですよ。受け入れてる人数を少なくすればいいんですよ。これ全国展開するためにね、稼働率の改善がどうしても必要だった。雇い止めすることもあらかじめ分かっていた。違いますか。佐藤審議官。お答え申し上げます。ややちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、日医学館に対しましては第三者管理協議会として受け入れた家事支援外国人材が適切に業務に従事できるよう、人員削減ではなく顧客獲得による需要の拡大を通じた外国人材の稼働状況の改善のための具体的な計画、これを求めたところでございます。で、これに対しまして日医学館からは新規の外国人材の受け入れを取りやめ、顧客獲得のための営業努力を強化するといった対策内容の報告があったところでございます。で、これを受けまして第三者管理協議会といたしまして、その後も継続的に同社が顧客獲得による需要拡大によって受け入れた外国人材の稼働率を改善しているかどうかについて実態の把握に努めてきたところでございます。
そのような中で、同社からの報告によって、同社を退職した外国人材の状況も継続的に把握をしておりまして、その中には、先ほどもご答弁ありましたけれども、さまざまな事情によって、帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いると、こういうことも承知をしたところでございます。で、こうした方々に対して、第三者管理協議会として、本人の状況や意向を踏まえて、他の受け入れ事業者への斡旋や帰国支援などを行うよう、元雇用者である同社に対して指導するなどの、指導するなどの対応をしてきているところでございます。引き続き実態をしっかり把握をした上でですね、関係省庁と連携をしながら、外国人材の保護を含め、本事業の適正な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。田村智子さん。ワーキンググループと内閣府の全国展開ありきの対応が、日医学館の大量雇い止め、人権侵害を促進したと指摘せざるを得ないんですよ。そしてそれを法務省、厚生労働省が事実上放置した。まあ、今一生懸命対応されているということですから、対応してほしいんですけれどもね。で、国家戦略特区では、家事支援の外国人労働者の受け入れはたった7事業者です。その最大手で重大な問題が起きた。ところが、外国人労働者を保護する機能は、事実上その過程で働かなかったんですよ。行方不明者まで出してるんですから。坂本大臣、これでね、全国展開の検討ができるとは到底思えません。まずは、仕事を失ったフィリピンの方々の救済、そして日医学館がなぜこのような無責任な受け入れをしたのか、これを総括する、そしてその法改正を行った本委員会にも報告をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。坂本国務大臣。日医学館から第三者管理協議会への報告によりまして、同社を退職した家事支援外国人材のうち、さまざまな事情により、帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いらっしゃることは承知しています。こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主である日医学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受け入れ事業者への斡旋や帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。また一連の報道について、日医学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは、先ほどお答えしたとおりでございます。今後、日医学館からの報告を踏まえて必要に応じて、さらなる対応を検討してまいります。こうしたことを通じまして、関係省庁と連携を図りながら、まずは本事業の国家戦略特区における適正な運用に努めてまいりたいと考えております。そして、全国展開につきましては、本事業の実施状況等を踏まえつつ、慎重に検討してまいります。引き続き実態をきめ細かく把握しつつ、必要に応じて受け入れ事業者に対し、適切な指導を行う等の対応を行うとともに、丁寧な説明に努めてまいります。田村智子さん。先ほど紹介したワーキンググループではですね、委員の一人はこう言ってるんですよ。事業者によっては雇いすぎたということがあるということも、ご懸念の材料にあるかもしれませんが、それは率直に言って事業者ですから、例えば原料を買いすぎたというのはいくらでもあることであって、それは経営判断でいささか甘いところがあったというだけの話と。こんな議論で全国展開なんか絶対にありえません。許されません。で、この法改定の審議は本委員会で行われました。ぜひ今回の事案について、なぜ問題が起きたのか、これ、立法府としても検証することが当然の責務だと思いますので、本件について内閣府から本委員会への報告を求めたいと思います。後刻理事会において協議いたします。田村智子さん。残る時間が少なくなってしまったんですが、新型コロナ対応について質問いたします。緊急事態宣言の解除から1ヶ月で、大阪府では過去最多の新規感染者となりました。東京都でも感染急増が大変危惧されます。国民の中に諦めが広がらないように、政府として感染拡大を抑制するために何をするのか、明確に示していただきたい。で、私ね、やっぱり検査にね、本気で取り組んでほしいんです。呼びかけをしてほしいんです。変異株のこともありますから、少しでも風邪症状があれば、すぐに診療と検査をと、有症状者の検査がどこでできるのかと、これももっと知らせると必要だと思いますが、すみません、端的によろしくお願いします。
厚生労働省大臣官房審議官、宮崎敦文君。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、発熱の状況にかかわらず、何らかの体調不良があった場合には、無理をせずに適宜かかりつけ医などにご相談いただきたいというふうに我々も考えているところでございまして、昨年秋以降、こうしたその発熱等の症状がある方については、まずかかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談をいただいて、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みを導入をしているところでございます。3月31日時点で約3万1000の医療機関を診療・検査医療機関として指定をしております。こうした体制については、厚生労働省のホームページの Q&A でもお示しをしておりまして、症状などがある場合にはどうしたらいいですかという質問に対して、症状が出たら医療機関を受診しましょうということで、具体的なその電話相談、そして身近で、検査や相談を受けることができる医療機関受診方法をご案内しますということを記載をしているところでございます。田村智子さん。西村大臣ね、これこそ私は CM が必要だと思うんですよ。本当に検査を受けましょうという呼びかけ、モニタリング検査もどうか協力してくださいという呼びかけ、これどんどんやってほしい、検査に行こうと。どうですか。西村国務大臣。ご指摘のように行政検査のみならず、私どものモニタリング検査含めてですね、検査をこれを戦略的に大幅に質量ともに拡充していきたいというふうに考えております。そうした中で今お説明ありましたけど、厚労省のホームページでも対応しまして、私どものコロナのサイトからも見れるようにしております。さらにそれぞれの都道府県と連携してですね、また厚労省とも連携してご指摘のような CM なども含めですね、さまざまな形で情報発信を強化していきたいと考えております。いろんな形を考えていきたいと思いますので、引き続き多くの方に必要な検査を受けれるように、そして協力をいただけるように取り組んでまいります。田村智子さん。それでね、資料1を見ていただきたいんですけど、高齢者施設では PCR 検査、これ3月中に1回はやってください、その後も4月以降定期的な検査をということを厚生労働省呼びかけておられる。じゃあ医療機関はどうなのか。これ医療機関のクラスター、この資料の一番下の青い部分なんですけどね、全然止まってないと思うんですよ。感染続いてると思うんですよ。医療機関でも定期的な検査、これやるべきだと思うんですけれども、いかがですか。小鑓大臣政務官。先生ご指摘のとおりですね、医療機関で定期検査を実施することは重要であるというふうに考えており、これまでも累次にわたりまして、各自治体にその実施を要請してきたところでございます。で、4月から6月にかけましても、特に2月に緊急事態措置区域であった10都道府県の歓楽街のある大都市をもとより、その他の自治体に対しましても、地域の感染状況に応じて、検査の集中的実施計画を新たに作成をし、定期的に検査を実施するよう要請をしているところでございます。この中で、医療機関においても院内感染が起きたことを踏まえて、医療機関の実施も検討するように命じをしているところでございます。こうした、検査体制整備計画につきましては、おおむね今月中をめどに見直すよう先般要請したところでございます。田村智子さん。国立病院機構と国立高度専門医療研究センターを対象に、全日本国立医療労働組合が組合の支部を通じて調査を行いました。PCR 検査を定期的に全職員に実施していると回答したのは1施設、特定の職場のみ定期的検査を行っているが2施設、最も多いのは検査を実施していない、これが31、続いて院内感染が出たときのみ、これが21と。国立病院機構は、コロナ患者受け入れの重点医療機関が71あります。協力医療機関が23あります。全然定期検査になってないんですよ。これね、都道府県にお願いしているだけではもう足りないと思うんです。何度も提案しているんですけれども、国の事業として行うべきだと思います。で、もう一点、この調査で驚いたのは、今なお、マスクの使用制限を約7割の国立病院で行っているっていうんですよ。自由記入欄には1日1枚、数日で1枚、足りないので自費で買っている、N95 マスク、変形、汚れがひどくて使用できなくなるまで使用。こんなことが1年経ってまだあるのかって、ちょっとアンケートを見て驚きました。これ、ぜひですね、定期検査の実施、それからこの医療物資、資源、これ、ちゃんと提供が行われるように、直ちに改善していただきたいと思いますが、いかがでしょう。小鑓大臣政務官。まず1点目、行政検査のご指摘でございます。
これはもう委員ご承知のとおりですね、感染症に基づく、行政検査でございまして、実主体は都道府県等とされているところでございます。そうしたこともあり、先ほどご答弁させていただきましたように、都道府県等に対しまして、目詰まりなく必要な検査が行えるよう、改めて要請をさせていただいたところでございます。あと2点目、医療物資等についてご指摘がございました。今、厚労省ではですね、個人防護具等の不足化については、GMISを通じた緊急配布要請の仕組み等を通じて把握をしているところでございます。特に N95 等のマスク、あるいは非滅菌手袋につきましては、依然として十分な量の確保が困難な医療機関があるということでございまして、都道府県を通じた無償のプッシュ型配布、あるいは緊急配布要請の仕組みによる無償配布を実施しているところでございます。この緊急配布要請につきましては、例えば1月から3月におきまして、全体で817件の要請がございました。国立病院機構に対しては、4回緊急配布を実施しているところでございます。いずれにせよですね、必要な、必要な機材をですね、十分行き渡るように支援をしてまいりたいというふうに考えております。田村智子さん。終わります。ありがとうございました。